この前レジで初めて行ったけど、あの辺野良猫多くないか。ああ、あれ、違うんだよ。あの、外買いしてる方がいるのかなわかんないけど。てか、受けたのが、なんか、なんかの番組の時に俺の家に、あ,あれだウィニングポストやった時に、ニコ生の公式で。あれ、俺の PS4 でやらせて欲しかったから、あの、セーブデータ持って帰って自分でやりたかったから。<laughs> あの、やったんだよ。ウィーポーやった時俺の、 p s o でやっていいっすかっつったらいいっすよってなってその p s o その直前に公式放送があったから持っていけないって話になってあのー、セッティングが間に合わないから取りに行きますっつって,ってその何て言うのスタッフさんから LINE が来てあ分かりましたじゃあちょっと僕の住所送りますねって Google マップで調べて送ろうとしたら Google マップのレジリアのところに加藤純一の家みたいなのが <laughs> あれなんであれもう全世界に俺配信してることになってんだけど しかもそのレジディア西新宿2の物件の評価がもう5段階中5だったわ。加藤純一が住んでいるので、みたいな。あれ伊藤中目つけて俺多分おそらくオファーかかるな。物件の評価がめちゃめちゃ高かったわ。レジディア西新宿2だけ。CM 組んじゃねえかなと思った。 お前が書けるあれさあれさどうやってやってんのグーグルマップだよグーグルマップのレジリア調べたら俺の名前出てくるんだよ意味わかんなくないイエルサレムそうなのイエルサレムじゃんもう <laughs> これすげえよなマジですごいね物件の評価高くなってたよ でも、本当にこれね、俺、お世辞言わないけど、ここすごい住みやすい家だから、なんで気付かなきゃいけねえんだ、俺が。伊藤中に。いい家だから皆さん、一つ、あのね、あのー、気になった方は、ぜひ内見をね、してみてはいかがでしょうか。意外とね、この辺の価格帯、やっぱりね、新宿、西新宿って高いんですよ。都庁もあったり、ね、周りが整備されてたり、綺麗な場所で住みやすいんですよ。で、初台まで徒歩5分、えー、新宿駅まで徒歩15分、日、えー、新宿5丁目まで徒歩7分、 素晴らしい立地にあります。で、その辺の価格帯のマンションって、やっぱどうしても 1LDK17 万はないんです。20万超えてくるのね。なんとレジディア西新宿。まあ、メゾネット型ではありますが、敷地面積33、トータル55平米17万円。いかがでしょうか素晴らしい住み心地です。素晴らしい住み心地ですよ。 多分、周りの物件より3万ぐらい安い。20は切らないからね。この手の。これ企業案件。<laughs> 勝手に企業案件してます、今。もしかしたら、伊藤忠から連絡くんじゃないかな、みたいな。で、俺2回鍵なくしてるから、あんまりいい商品だけどな。あいつめんどくせえやつだな、つって。どうやってなくしてるんですかって言われて、俺あんまりやっぱさ、巨大企業敵に回したくないから、すいません。あの、カバン、電車で盗まれちゃって、って言ったら大抵一発だから。本当落としてんだけど。 カバン電車に盗まれちゃいまして。つって。それしょうがないよね。つって。ごめんなさい。汚い大人で。でもいいじゃん。別に俺悪いことしてるわけじゃないじゃん。俺ただ住んでるだけなんだよ。ねお前そしたら俺もう日本に住めるじゃねえかこのままじゃよ。 住んでて、しかもいいところだよって言って、ん、ね、で、みんなも素晴らしいところだよねって言って、ね、伊藤忠商者のままに株上がりきってるだろうけど、素晴らしいマンションをみんなで紹介して何が悪いんですか何が悪いんですか僕は。引っ越します、でも。違うレジディアに。<laughs> 違うレジディアに。 だって住みやすいんだもん。名前がかっこいいじゃん。レジェンドみたいで。ねえ。レジェンドみたいでかっこよくねレジディア。すげえ呼びやすくねレジディア。管理費全部込み込みで17万ちょい。どっかのお姫様みたいだよな。どっかの。 発想がガキすぎるお前もっと立ち上がりいぞこれはまだ冗談で言ってるけど俺新宿に住んだら女にモテるんじゃねえかなと思って引っ越してきたんだぞ27の時にどうそれはどうかなおやっぱ新宿とか住んでたらやアホみたいなキャバクラ嬢が俺のとこ,とこガンガン寄ってくんじゃねえかなと思ってエッチいっぱいしたくて住んだんだけどなんか全然意味なかったわ外に出ないってことに気づいた俺は。 配信ばっかりやってるから、俺多分北海道住んでても、俺なんなら、ベトナムとかに住んでても変わんねえわ。だって別に配信してさ、な、公式なんか週に一回だけじゃん。火曜日の夜にブーンって飛んできてさ、ちょっとじゃあベトナム帰りますね、っつって。殴らみてな顔になっちゃうけど。港区住んだらモテるぞ。俺もう騙されねえから。お前、お前4年前5年前の俺だよ。な、ここ住んだらモテるよって。違うから。中身、結局、人となりだから。 新宿住んでもモてねえ奴はモてねえ。港区住んでもお、まず、お前が港区住んでもモてねえから安心しろ。人となりだ。<laughs> 新宿にいたら、新宿にいたら何かが起きる気がする。<laughs> お前それを理由に東京出てこい。俺が1ヶ月だけ面倒見てやる。面白いやつはっきのした。お前それ理由に出てこい。俺の部屋ちょっとだけ貸しちゃっから。お前そんな奴がいるんだったら金の卵じゃねえか。 ゆえなちゃんとなんで東京出てきたんですかって、東京には新宿住んだら何かが起こると思いまして。でも田舎もんって結局そういうとこあるから、俺応援したいね。だってさ、俺本ほんと千葉のほんとクソ田舎に生まれてさ、まさかさ、こんな、こんな人生歩むと思わなかった。東京来てなかったらそうなってなかったからな、多分,分。わかんねえぞ、何が起きるか。 何かが起きてるじゃん。いいことなのか悪いことなのかって全然判断つかないけど今の時点では。何かが起きてるから。お前も何か起こそうぜ。俺本当にそういう理由で東京出てきたからな。